ちゃん、スリッパ履き忘れて足の裏がめっちゃ冷たいあっちゃんです。はい、今日はね、ライ麦パン。ライ麦パンをね、作っていきましょう。はい、今日のあっちゃんの朝はね、この昨日のね、この、これを、の残りをね、ベースに引いて、これね、鶏のね、旨味なんね。あんまりね、引きすぎると、溶けるからね、溶けてはみ出すから、あとね、2人で食べましょう。量はね、もう先、かっこいいって。量はさっとトーストして、バター塗って、かじっていったよ。はい、ちょっと置いときましょう。で、ここにね、ベーコン。ベーコン。寒い。スリッパ履かへんの冷たいわ、足。もう履きに戻るのめんどくさいし、もうすぐ終わりやんか、パン作るぐらい。もういいやと思ったんやけどね。じゃあちょっと焼いていきます。寒いよ。寒いっていうね、足が冷たいんよ。もうでも終わるからね。ああ寒い。足の裏が冷たい。早い、部屋戻りて。では、部屋戻りましょう。いやー、寒い。はい、焼けました。いただきます。寒いな、今日。足の裏冷たいわ。うん、おいしい。あの、炊きだよ。おいしいね。今日ね、うわ、何が違うじゃないですか。上手。行かなあかんとこあんねんの。毎晩今日寒いから明日にしよう。今日ね、したいことがあってね、どうしようかな。まあ、着替えてゴミ出ししてからやな。ゴミ出しね、時間気づけんけど、猫がバラバラでしょうね。また猫でどうね。3日ほど前、部屋入って、キッチン入ってきとったからね。捕まえたいね、どう。捕まえても買えへんかな。懐かへんかな。
寒いやんか、これからかわいそうかなと思って部屋で買ってあげたらなと思って。うらにこはかわいそうやん。寒いな。もうね、でもね、したいことがあるんだけどね、なかなか日は昼に帰ってくる、量は今日は弁当だから、日かと昼。行ったらすぐ帰ってくるの。今週半日でしょ。で、来週三者懇談でほぼ休みでしょ。で、大掃除と修行式で終わり。だから来週で終わりやろ。昨日の、鶏のうまみ、昨日の残ってた鶏のうまみに、ベーコンでチーズトーストにしました。めっちゃ美味しかった。これはありです。ごちそうさまでした。鶏ってね、鶏ももはね、油がね固まるのね、コラーゲンが固まるから、あの次の日使いやすいしね、うまみがすごい出てるのね。だから鶏炒めた翌日っていうのはそのスープ使ってみるっていうのはありだと思います。はい、鶏のね油ってね、結構みんなカロリー高いとかよう言うんだけど、じゃなくね、すごいね、あのコレステロールも低いし、油もね、そのいい油やから体にすごくいいらしくてね、だからそういうの食べるってありだと思う。ただいい調味料使わないとダメですよ。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、トマトジュースを飲むとようゲップが出る。今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。また塩水を飲んで一日元気に楽しくいきましょう。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。